イナオズです。今回紹介するのはレゴドリームズのイジーとウサウサ番中71453です。袋は3でパーツは259個、そして説明書が1冊入ってました。それでは組み立てていきます。完成です。ミニフィグはイジーです。夢の世界でのイジーの格好ということで、まあ、アバターみたいな感じなんですけど、これね紙パーツ綺麗ですよね、クリアパーツになってて水色とか紫のグラデーション、これすごくいいなと思いました。あとキラキラがいっぱい使われてますんで、光に反射した時すごく綺麗ですよね。反対側こんな感じになってます。いい感じですね。で顔パーツなんですが、顔この顔ともう一つこの顔になってます。いい笑顔してますよね。それから片手をつけててプリントもしっかり入ってます。足パーツは2色になってますんで、結構力が入ってるのがわかるんじゃないかなと思います。で手に持ってるのはこちら側砂時計です。ドリームズではね結構重要なアイテムになってますね。プリントパーツとクリアパーツ、これ形としてはかなりそれっぽいなと思いました。あと反対側の手に持ってるこの剣がねいいですよね、青のクリアパーツ、これ固めのクリアパーツになってますんで、透明度も高いですし、本当にデザイン性もかっこよくていい感じのパーツになってるんじゃないかなと思います。それとグリームスポーンです。ドリームズの世界敵キャラがいるんですけど、その中の雑魚キャラの1種類という感じですね、雑魚キャラ何種類かあるんですけど、どれもすごく可愛いなと個人的には思いますね。これもなんかどことなく可愛らしくて、兜かぶってますんで、でもかっこよくていい感じのキャラクターじゃないかなと思います。この兜パーツいいですよね、黒になっててもこれだけでもいろいろ使えるんじゃないかなと思いました。上の羽飾りみたいなやつなんですけど、これ、まあクリアパーツなんで炎っぽくも見えますよね。予備パーツでもう一つ入ってます。いいですよね。でこの下の顔はというとこんな感じになってます。これだとねそんなに可愛いなという感じはしないんですけど、兜をかぶると可愛く見えてくるんですよね。不思議だなと思います。あと胴体パーツ、面白いパーツですよね。これ新パーツでドリームズのセットにしかついてません。色もいろいろあるんですけど、すべてドリームズのセットだけということで、まあもしかしたら今後他のシリーズにもね、登場するかもしれないですね。でこれ手の下に隙間がありますよね。この部分に、ポールパーツをよいしょこんな感じで取り付けることができるようになってます。で付属品としてウサウサのぬいぐるみがついてるんですね。これまあ正直あんまりプリント的には可愛くないなと思うんですけど、これをまあこうやってね、イジーから、まあ強奪するというシーンを作ることができますね。そしてウサウサ番中です。可愛いですね。これ新シリーズドリームズが発表された時にこのキャラクターすごく印象的で象徴的な感じがしたんで、アニメですぐ見られるのかなと思ったんですけど、第5話まで見られなかったんですよね。これがねちょっと個人的には残念でした。もう少し早く見たかったなという感じがしましたね。ではサイズ感見ておきましょう。ミニフィグと比べるとこれくらいの大きさになります。耳を傾けてますけど、これをピンと立てた状態で高さ約21センチになって
ってます。ではその耳から順番に見ていきましょう。付け根ボールジョイントになってますんで、こんな感じでね、グリグリグリと1回転できます。なのでピーンと立てたり、走って後ろに流れたり、あとはこんな感じで横に、動かしたりという風にして遊ぶことができますね。顔のプリントは、動かすことができないんですけど、この耳の傾き具合でね、結構表情つくんじゃないかなと思います。可愛いですよね。でその下顔部分なんですけど、可愛いですよね。これさっきのウサウサのぬいぐるみと比べるとこんな感じです。いかがでしょうか。圧倒的にこっちの方がね、可愛いんじゃないかなと個人的には思います。でこの顔部分全体的にプリントになってますね。口の部分だけが別になってて、それ以外のところは一つのパーツということで、このカーブいい感じじゃないかなと思いました。で首のところボールジョイントになってますんで、こうやってね、ぐり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 動かすことができます。まあこれだけでも結構いろんな表情を作れるんじゃないかなと思いますね。で胴体部分なんですが、首周りいいですよね。これね、収まりすごくいいなと思いましたね。で胸のところにプリントパーツがついてます。ドリームズの世界で重要な、砂時計をね、イメージしたプリントパーツということでいいですね。で肩関節ボールジョイントになってますんで、グリン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 動かすことができます。で手首のところ、こうやってねぐるぐるぐるっと回すことができますね。手はまあ指はついてますけど、残念ながら何かを持たせたりとかそういったことはできません。で反対側の腕も同じ仕様になってて、この山吹色のパーツをこうやってね外すことができるようになってます。で足の付け根カチカチタイプではあるんですけど、受けのパーツが結構ねしっかりとしたパーツになってるんですよね。なのでカチカチ部分も固めになってます。これすごくいいなと思いました。で膝部分、まああるかないかわからないんですけど、一応ここ分割線ありますよね。ということでここでこうやって、ねじって遊ぶことができるようになってます。いいですね。さらに足首のところはボールジョイントになってますんで、グリグリと動かすことができるようになってます。でさっきの手の指もそうなんですけど、指の部分がねこう丸くなってて、すごく可愛らしくていいなと思いますね。で足の下の車輪、これローラースケートになってます。でこれなんですけど、足からこうやって簡単に外すことができるんですね。反対側もよいしょ、こんな感じで外すことができて、ローラースケートなしのバージョンで遊ぶこともできますんで、これすごくいいですね。はい、ローラースケート戻すとこんな感じということで、いかがでしょうか。まあ好みかもしれないんですけど、僕はこっちの方が可愛いなと思っちゃいました。でもちろん車輪ついてるということで、こうやってね、走らせて遊ぶこともできるようになってます。あとローラースケートの後ろにこんな感じクリアパーツついてるんですけど、これこうやってね、角度変えることができるようになってるのと、まあ、外そうと思えば簡単に外せますんで、この辺もいろいろカスタマイズできそうですね。そして胴体後ろに尻尾がついてます。これもモコモコ感がねちょっと出てていいなと思いました。付け根ボールジョイントになってますんで、これもこうやって動かすことができるようになってます。あとローラースケートを組み替えてこんな感じで羽バージョンにすることができます。はい、こんな感じになりますね。一応尻尾も8バージョンみたいな感じにできるんですけど、まあ、こっちの方が可愛いかなと思いましたんで、こうしました。で、まあ、翼みたいにね、することができますんで、飛んでるシーンを作ることができるということでいいですよね。あとこのバージョンだと後ろにポッチがついてるのと、頭のところにポッチがあります。ということで、こんな感じでミニフィグを立たせて、頭の上にレバーパーツをつければ操縦しているように見えますよね。レバーパーツちゃんとこのセットに付属してますんで、これも作れるということでいいですね。で尻尾をそのままにしましたんで、余りパーツでローラースケートを作ることができました。まあ、さっきとはちょっと仕様が違うんですけど、これだったらローラースケートも遊べますし、羽も遊べますし、さらにミニフィグをねこうやって立たせることもできるということで、いい感じじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。新シリーズドリームズ、アニメを見た方が楽しめるとは思うんですけど、見なかったとしても新パーツいっぱい入ってますし、楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は259個です。以上、レゴドリームズのイジーとウサウサ番中71453を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。